ボストーク湖は南極大陸に存在する氷抵抗である。ボストーク湖とも書かれる。ボストーク湖の位置。楕円で囲まれた地域の氷床下にある。ボストーク湖はロシアのボストーク基地に近い南位77度、統計105度地点の氷床下、約 4km にある。最も広い場所で幅 40km、長さ 250km に達し、2つの水盆に分かれている。 水深は水盆を分断する尾根の部分で約200メートル、北側の水盆では約400メートル、南側の水盆では800メートルと見られている。湖の総面積は14000平方キロメートルに達する。これは琵琶湖の20倍以上の面積である。総貯水量は5400立方キロメートルで、淡水であると推測されている。 平均水温は低、摂氏3度で、これは一般的なもみずの結氷温度を下回っているが、上側を覆う氷の重さによる高圧のため液体を保っている。また、この地球で最も寒い場所に液体の水が存在する理由は、固定が地熱によって温められているから、分厚い表床が毛布のように断熱材の役割を果たしているためなどの説がある。ボストークコ調査のイメージ。 1960年代後半から70年代初頭にかけて行われた上空よりの氷島カレーダーによる調査によって存在が確認された。1998年にボストーク基地で研究を行っていたロシア、フランス、米国の共同チームが世界で最も深い場所である震度3628メートルの地点までコアの掘削と分析を行った。 湖の頂上付近で採取されたコアから得られた氷のサンプルを分析したところ、その氷は約42万年前にできたと分かった。そのことは湖が50万年から100万年にわたって氷に封印されていたことを暗示している。当時、コアの掘削は湖水の汚染を防止するために氷床と湖水の境界面まで120メートルの地点で停止されていた。 2005年4月ドイツ、ロシア、日本の研究者によって湖に潮石があることが分かった。太陽と月の位置によって湖の表面は1、2センチメートル上昇する。湖の表面の変動には微生物の生存に必要な水を循環させ続けるポンプの効果があると推測される。2005年5月、湖の中央に島があることが分かった。2006年1月、 コロンビア大学の研究者がボストーク湖よりも小さい湖を氷の下に2つ見つけたと発表した。2013年2月、南極の氷床の下にあるボストーク湖の調査を目指すロシア北極南極科学調査研究所は8日、同国調査隊が氷床を深さ約3800メートルまで掘削し、1989年の掘削開始以来、 初めてドリルが同行に達したと発表した。ありがとうございます。